でしょ、押して欲しかったの。痛いけど気持ちいいけど痛い。でも背中を押してって言って、はい、なんかちゃんと分かってくれる人がいたっていう。そう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 。痛いって言ってもやめないしね。そういうのもね。そう、剥がれた気がするよね。剥がれた気がする。何かが剥がれた。剥がれた気がしますね。まあ、それがあるから20年続くわけですよ。痛いだけの店なんか続きませんからね。けど痛いんじゃなくても響く、なんか奥の方に入っていくみたいなね。来るみたいな。そうそう、来るけど言葉知らないから痛いみたいな。それそう。響きすぎるとちょっとなんかあの呼吸がしにくくなるよね。なる。息が詰まるみたいな。でもやめてほしいけどやめてほしくないけどやめてほしいみたいな。違う、なんていうの、腕が。